でフェンリルが。どうなってんだよこりゃ。あ、おい黙ってないで答えろよ。うるせえ、てめえらこそどうしてここにいる。私たちは島の皆さんが困ってて。フェンリルさんが怪物さんなんですか。はあ、話がちっとも見えねえ。もういい、失せろ。てめえらに構ってる暇なんかねえ。そんな、私たちもここに大切な用事があって。10秒以内だ。ロキが知ったらむちゃくちゃなことになるぞ。ロキもいるのかよ。今度は何を企んでるんだ。余計な詮索してんじゃねえ。貴様。ああ、よっと。貴様、ジェイドをどこにやった。なんだこのグズは。ちんたら切りかかってきてよ。おい、ウェルダ、ジェイドがどうかしたのか。大佐が空だった。ジェイドが消えていたんだ。あ、ジェイドちゃんが消えた。なんてこと。本当にどこにもいません。ああ、怪物の次はジェイドだ。うぜえんだよグズ。ワルダくん。しょうがねえ、どの道敵同士だ。やっぱてめえら食い殺す。来るぞ、ひとまずここはやるしかねえ。ぐわな、なんだ、地震でも起きたってのか。この気配は。壁を壊しながら何か。来ます。こいつがまさか。なんだよ、手当たり次第ぶっ壊して。暴走なんてもんじゃねえ。どうなってやがる。大変、乱調性危険です。このままだと祭典が崩れちゃいます。ジェイド。